バーバラ・ヘンドリックスバーバラ・ヘンドリックスはアメリカ合衆国出身の声楽家。真珠にも例えられる透明感あるリリックスオプラノとしてオペラや演奏会で活躍する傍ら人権活動などの社会奉仕でも著名である。現在はスウェーデン国籍を取得しているアーカンソー州スティーブンスの出身。20歳でネブラスカ大学で数学並びに 科学で学士号を取得して卒業するほどの春才ぶりを発揮。その後ニューヨークのジュリアード音楽学校に進学し、メゾソプラノ歌手のジェニー・トゥーレルに声楽を指持して学士号を取得する。1974年にヨーロッパにおいてオペラ歌手として活動を開始し、グラインドボーン音楽祭にデビューする傍ら、国内ではサンフランシスコ歌劇場でデビューした。これまでに スカラザやパリオペラザ、ロイヤルオペラハウス、メトロポリタン歌劇場など世界中の主要な歌劇場に出演している。1998年には北京の紫金城で行われたトゥーランドットの歴史的な公演において流役を演じた。ヘンドリックスは20以上の役をレパートリーとし、そのうち12の役で録音を残している。 ラボエームの耳役で映像作品に出演したほか、国際的な賞に輝いたフィルム作品、放道者の成り行きにもアントゥルーラブ役で出演した。ジャズや黒人霊下の方面でも著名で、1994年にモントルージャズフェスティバルにデビューしたのを皮切りに、それ以降も世界各地の主要なジャズフェスティバルに参加している。また、室内学のフェスティバルにも、 積極的に参加している。2006年1月に EMI との契約を打ち切り、個人レーベル、アルテベルムを設立した。バーバラ・ヘンドリックスは、日常生活の多くの時間を難民支援活動に、割いており、長期間にわたって、国連高等難民弁務官事務所の支持者である。アンジェリーナ・ジョリーに、同じく、UNHCR 親善大使の一員として、特殊な任務を務めている。 2000年からは難民教育基金の表議員に名を連ねている。1991年と1993年には紛争で破壊された旧ユーゴスラビアの都市ドゥブロブニクとサラエボで演奏会を開く。1998年には平和と和解のためのバーバラ・ヘンドリックス基金を設立し衝突が起こっている土地で和解を容易にするための道を模索している。 2001年には、オスロのノーベル賞授与式に招かれ、コフィー・アナンのノーベル平和賞授賞を記念しのどを披露した。2002年5月には、東チモール独立記念日の式典でも歌っている。ありがとうございます。